こんにちは、仁淀です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。そしてお久しぶりでございます。久しぶり、本当に久しぶりの投稿になりますが、本日ね、2024年の5月1日に、撮影しております。で、まあ1月にね、バタ兄さんとですね、旅行に行きまして、ジムにね。まあそれ以来の動画になると思うんですが、まあその間、いろいろありまして、しばらくね更新できなかった感じではございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もちろん私も元気でございます。またしょうもなくねこの SME のね3009とかねこの辺も新たにね持ってきたりしまして、これから遊んでいこうかなと思っておりますが、まあ今日はですね、これからまたちょこちょこ動画、まあ月に1本か2本ぐらいはね目標で出していこうかなと思っておりますが、まあ今後の流れというか、どんな感じに変わってしまったのかというのをね、ちょっとご報告させていただこうかなと思います。はい。ですね、私電気屋さんを、やっておりますが、今月、5月ね入りましたので、ね、今月いっぱいをもちまして、まあ今月で行く仕事で、電気屋を最後にいたします。でまあ最後にいたしまして、2013年、平成25年に、初任者研修、ホームヘルパー2級をその時にね受講しましてね、まあいつかそういう仕事に就きたいなと思ってて、ちょうど11年ぐらい前でございますが、まあそれでようやくね、そっちの方向へ行こうかなと思ってる感じでございます。まあその間のですね、1月からまあそれ考えたり、辞める時期の調整だったりですね、まあそういうのをやっていまして、まあなかなかね動画の更新どこではなかったっていう感じでね、今までちょっと時間が空いてしまいましたが、まあ元気にね、過ごしておりますし、車の方も楽しんでいますし、オーディオもこんな感じでね楽しんでおります。まあそれで、介護職の方へですね、転職するということで、まあハローワークに行ったりしましてですね、まあそんなんで面接を受けたり、就業時期を決めたりですね、まあそんな感じでやっておりました。でまあめでたくと言いますかね、私の希望する施設さんの方へねお世話になれることになりましたので、仕事の方を辞めてそちらの方へ行こうということに、いたしました。今ですね実務者研修の方もですね、受講していまして、スクーリングを残すだけになりましたが、まあできればですね、まあこの仕事は、次の仕事はいつまで続くか分かりませんが、一回やりたいと思ってたことはとりあえずやってみて、まあダメならねまた転職しなきゃいけないかなと思っておりますが、まあ人間対人間人へのね、サービス業でございますので、まあ万が一のことがあったら困りますのでね、もしメンタル的にやられたりとかいうのがありましたらもうね、退職しようかなとは思っております。まあその辺をねけじめを持ちまして、でまあそういうのも考えまして、もしダメだった場合の次の就職先で使えるようなね、資格とかそういうのをですね、受講しに行ったり、まあそんな感じでね、この数ヶ月、正月以降考えながらとか時間調整をしながら、やってまいりました。はい。まあ大まかな流れはそんな感じです。まあ特にね何か変わったことはございませんが、あとですねランクルの処分を始めました。まあね一応自営業から、サラリーマンになりますので、まあ給料的な問題もかなり下がりますので、正直言ってそんな維持ができませんのでね、必要最低限ということで、妻のジムに、私のスカイライン、まあ軽トラ、新車で買ったの軽トラ、にします。車がですね、はい、そんな感じにする予定です。まあ軽トラの方もまあランクル系の部品とか、その辺の処分が済めばですね、もう処分してしまおうかなと思っております。まあそんなんでね、これから、徐々に進めていこうかなと思います。そんな感じです。で、ランクルの方の処分を、現在しております。まあ残すか残さないかは分かりませんが、まあ全部の台数を、
徐々に処分していこうとは思っております。まあ白のね HDJ のマニュアルの後期な、残そうかなとも思いましたが、まあとりあえずね一番最後まで残るんではないかなと思うのは、あれに対する部品を結構買ってしまってましてね、まあ全部いっぺんに引き取ってくれるか、まあそういう風にしてくれるところで、金額の折り合いがつけば処分していこうかなと思っておりますが、まあ別に特にね今お金に困って処分してるわけではないので、置き場もありますので、まだいいかなという感じで、処分しております。まあ40とかね、もうその辺はもう全然興味がなくなってしまったので、処分していこうかなと思っております。まあスカイラインはですね、今月エアコンクーラーですね、コンプレッサーを交換しましたっていうかしてもらいました。ちょっと時間がなくてですね、中古で買った良品のものを持ち込みまして、整備工場で、R12 代替ガスを入れまして、やってもらいました。がですね、変な症状が出てるよって言われて、コンプレッサーがね、マグネットクラッチがこう入ったり切れたりして、切ってオフになってもう入んなくなっちゃうって症状が出たんで、クーラーのね制御してるアンプがおかしいんじゃないかということで、直結スイッチをつけてね、リレーかましてつけたりして、まあ強制的にオンするようにねして、今冷え冷えでございますが、まあ当時の車なんで、私のね軽トラとかジムニーとかのように冷えません。まあ涼しいですが、真夏の炎天下の渋滞は無理でしょうね。結構走ってて1500回転ぐらい回ってると、ああ涼しいねっていう風には思いますが、まあ全然ですね、まあないよりはマシですけど、まあ全然マシですけどね。はい、そんな感じでスカイラインをね、乗ろうかなと、これから乗ろうかなと、大きい車がちょっと嫌になってしまったのもありますし、スカイラインぐらいがやっぱね、やっぱ乗用車ですね。高速乗ってもスムーズでいいですし、まあオートマだっていうのがやっぱ何より一番扱いやすいかなという感じでございます。あともう一点、こちらにね NSR のこのねダイキャストモデルみたいのがございますが、今ね中型免許というか普通二輪のマニュアルの免許を取り入ってます。教習所に通いまして、大型を行こうと思ってたんですが、大型はですねちょっとね久しぶり自信がなかったのと、とりあえず、400までの免許を取って、そのままそれに合格できれば、大型に行ってっていう感じで、ちょっと段階を踏んで、まあ大型にいきなし行って31時間かなんか乗るよりも、中型っていうかまあ普通二輪行って17時間乗って、その後に、12、3時間乗るっていう方がいいんではないかなと思ったので、そういう感じにしました。料金的にも5万か6万ぐらいしか多分多く払うことにならないので、まあその方がね、自分的にもやりやすいかなと思って、選びました。で、まあもう少しでね、取れるんですけど、今月、ゴールデンウィーク明けからちょっと出張に、最後の仕事の出張に行きますんで、それが終わって帰ってきて、まあ6月の最初ぐらい、頭、ぐらいにはもう卒業して免許が取れてるんではないかなということで、これね、はい、今日のご報告です。買いました。ですね、買いましたよ。レッドバロン取り出店さんでね、購入しました。バイクをですね購入いたしました。でなぜかというと、ランクルをですね今売却するったりするのに、いらない部品外したりノーマルに戻したりですね、輸出業者さんに出す向けのやつはそういう車両にしたりですね、まあ引き取ってもらいやすくしたり、部品は部品で欲しいっていう人も結構いたので、それを外しておいたりっていうのをバタに先輩とね、やっておりました。手伝っていただいてね。でその帰りにですね、じゃあバイク屋ちょっと一緒に付き合ってくれないですかみたいなことを言ってですね、で、ああじゃあいいよ行こうよみたいなことを言って、で私の時代はもうこういう88の NSR とかの時代だったんですよ。でまあ私も88のロスマンズ持っていてですね、
まあその金色のマグホイールとかね、懐かしいなみたいなね、ことも思いまして、まあそういうバイクが欲しかったんですね。で、NSR か、CBR の 250WR、まあシングル R か WR かっていうところのカムギアトレーンのあれか、まあ VFR400、あれがね、欲しくて、まあそれぐらいしか知らなくてですね、バイクというと。ですから、まあそれを、某大手さんのね、旧車館、絶版車館っていうところに見に行きました。まあ、価格もね、150万ぐらいをベースであるんで、まあ買えない金額ではないじゃないですか。まあ、比較的綺麗にまとまってると思います。カウルも、まあ、リペアされたりしてですね、まあ、こう、並んでいるんですけど。でもやっぱ細部がね、ちょっと古いのと、友達とかに聞いた話とか YouTube で見たりしたり、ブログとか見たりすると結構ねパーツが厳しいのと、まあ、なかなかその辺故障に対するメンテナンスの厳しさとかを見ていたら踏ん切りがつかなくてですね、もう根性がないんですけど、でまあその帰りですね、レッドバロンさんに、まあガレージに帰る途中にパタニーとですね、パタニーさんと、帰りに寄って、レッドバロン寄ろうよ、みたいなこと言って行ったら、まあ全く古いのがなくてですね、今度は逆に浦島太郎状態だったんですよ。で、バイク全然わかんねえな、これ、なんだみたいな、YZF-R25 とか、まあその辺の、まあ 250cc のライトウェイトっていうんですか、まあそれぐらいがやっぱキビキビして最初どんのに楽しいかなと思うんで、まあ400、まあいかない250ぐらいのがいいかなって思ってたんですね。まあ2速3速で引っ張ってもね、まあ思いっきり引っ張っても100何キロとかね、まあそんなんで、回す楽しみもあると思うんでね、あんま大きいバイクだとこうね、パカッカパッと開けちゃうとね、えらいことになっちゃうんで、まあそんなんでね、そのレッドバロンさんで見てて、でまあ店員さんと、いやどんなのどうですかって言われて、いやちょっと久しぶりですね、バイク乗ってみようかなと思って今ね免許取り行ってるんですよみたいなね、昔取り消しになっちゃってみたいなことを言いながら、でまあ久しぶりに来たら30何年ぶりにバイク見てみたらもう浦島太郎状態で、もう何を選んでいいのかわからないし、もうね好みとか好きっていう問題ではなくて、もうバイクがなんかすごいことになってて、もう全くわかんなくてですね。でまず気になったのが、まあ同じ年代のモデルでもなんか価格差があるのが気になったんですよ。だからヤマハ、川崎、スズキ、ホンダとかとこうある中の250の中でもなんでホンダこれ高いんだっていう話をして、まあ R25 とかテレンティ5 RR25 はぐらいのやつだと、中古であと39万8千とか、まあその40万前後って買いやすいじゃないですか。あ、それいいなとはちょっと思ってたんですよ。ちょっと青でかっこいいしね、見た感じ、かっこいいし、値段の先入観でまず決めてて、まあそれがいいかなと。はい。まあ当時も、ホンダじゃなければ TZR がいいなと思ってて、他の会社はちょっとあんま知らなかったので、まあホンダじゃなければヤマハだったんで、じゃあホンダじゃなきゃヤマハかな、みたいな思ってたんですね。で、まあそんな感じで店員さんに聞いたら、いや、ホンダさんはやっぱ作りが違うのがありますね、みたいな。これが早いか、遅いかではなく、性能がいいか悪いかでもなく、この細部に気づいてそのところをやっているかやっていないかの気遣いがこの値段へ反映しているのと、日本製ですって言われたのが、お、そうなんだと思って、じゃあ他のは日本製じゃないの?みたいに思っちゃってですね。まあその時他のはわかんないですけど、ヤマハさんとの、比較の話で、たんですけど、でまあホンダのやつがですね、私はね CBR250WRRR っていうのを購入しました。2020年式で、色が3000キロだったので距離が少なくて
いいかなということで買いました。車両本体区画がですね、65万8000円でした。まあそこにですね、まあ諸経費とかね、入れまして、よくバッテリー代とかなんかよくわかんない、修理3年保証付きとかなんかよくわからないですけど、まあ車と違って全然諸費用が安いのが驚きましたね。はい。で、あと免許通ってるので免許割引3万円があって驚いたっていうのと、まあその日にね、その場で内金払ってね、決めてまいりました。65万8000円で、合計支払い額が免許の3万円引きと調整値引き4円入りまして、75万7260円、75万7260円というのが総支払い額になります。で、自賠責保険は、36ヶ月付きでございます。盗難保険も3年間付けてくれてるみたいです。はい。あとオイルリザーブシステム30リットルっていう風に書いてありますけど、細かいところはね全然聞いてないんでわからないんですけど、とりあえずですね、あ、まだちょっと年式が新しいので純正のオプションがまだ付けれるということなので、クイックシフターというものを付けていただきました。よくわからないんですけど、クラッチがなくて、クラッチ使わないでこうアップ上げ、かき上げ、かき下げ、こうダウンアップダウンでできるという風なお話でしたけど、まあ言われるがままですよね。どうですか、つけときますか、もちろんですって言いましたけど、まあそんな感じでございます。クイックシフターをつけました。まあそれぐらいですね。はい。はい。で、色が気に入っちゃったんですよね。結構白好きで、私車もランクル白じゃないですか。でスカイラインも白じゃないですか。まあ軽トラも白ですけどね。まあ結構白系が好きですね。40はクリームとか白じゃないですか。まあ他のはシルバーとか、まあいろいろありますけど、まあ基本的に白か黒が好きです。黒が好きです。で、まあホンダさんのやつだと、あの赤のやつ、それもあったんですけど、少し安い値段で、59万とかのプライスであったんですけど、まあそっちの方が年式が古くて、一番の決め手はこのカラーですね。白、パールホワイトみたいな、キラキラしたこのパールホワイトに、ゴールドホイールがやっぱいいですね。いいですね。はい。まあ素敵だなと思って、これ一発で決めさせていただきました。まあ納車したらですね、また納車の動画を撮っていきたいと思います。はい。まあこれで、まあランクルも、残り1台になれば、それを少しねノーマル計画もしていきますので、まあ手放す前になって、もしかしたら手放しちゃうかもしれませんが、まあとりあえずそういうのやってからだと思うので、まあその辺をやりながら、楽しみながらですね、今度は完全週休2日制ですので完全週休2日制で家から15分とか20分で行けるところなので、もう朝早く起きる必要もないですし、まあそんなんでね、自分のライフスタイルに合わせられる仕事じゃないかなというふうに思っております。最初のうちは夜勤ない感じでやっていました。慣れて、自信がついたら夜勤入りましょうかって言われてるので、夜勤もし入れたら、ね、私はね、職人の感覚で言うと、職人だったらほら、20時から夜勤始めて、まあ夜中の2時か3時。遅くてもね、夜明けまでに終わるんで、まあそういう感じで、まあ大体ね、6時間、8時間っていう感じでやってると思うんですが、介護は違うんですね。夕方5時ぐらいから、4時5時ぐらいから、次の日の朝の9時10時までっていうね、長いんですね。そうすると、その、明け休になって、その次が高休みたいなね、なんかありましたけど、これなんかね全然いいんじゃんみたいに思ったんですけどね。まあそんなんでね、うまく続けられればいいですが、そんな感じで、今回の変化はそんな感じでございます。ご報告となります。またしばらくちょっとね動画出せないかもしれませんけど、 CBR 来たら早速動画撮っていこうかなと思います。で、あとオーディオの方もね、この3009に変えまして、案も変えましてですね。まあそういうのも評価
していきたいと思っております。オーディオ類も続々と、まあ、箱を開けたり、倉庫の方から持って行ったり、まあ、持って行ったりですね。まあ、持ってっただけじゃダメなんで、しっかり乾燥させた後ね、ビニールで何重にもくるんで梱包して入れとかないと、カビだらけになって、ホコリだらけになっちゃいますんで。まあ、そんなんでね、入れ替えとかをして、またね、動画作れるようにしていきたいかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、今回のご報告は、こんな感じでございますが、まあ、ランクル乗りの皆さんもですね、引き続き、よろしくお願いいたします。そしてですね、バイク初心者ですが、よろしくお願いいたします。バタ兄さんとかと、みんなでね、ツーリング行くの楽しみにしております。はい。なんかみんなここにネイキッドだったり、ハレだったりですね、まあ、短気筒だったり、まあ、そういう、いろんな車種がいるみたいなので、私も CBR250RR ですね。行きたいかなと思っております。まずヘルメット今ね、悩んでいますが、南海の、ドゥーハンレプリカでも買おうかななんて思っておりますが、いかがでしょうか？はい。今回はこれでね、以上となります。まあ、今回こんな報告動画になってしまいましたが、引き続き、ニオドラボラトリーチャンネルよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。